速稼塾の久保です。今日のおすすめ政治家さんは、前回のベテラン西田昌司さんに続いて若手音喜多さんですね。音喜多駿さんだったと思いますけども、こちらの方はね、あの国会議員が国会の間にね、居眠りしてることをずっとね、追及して怒ってたんですけども、この前ね、自分で居眠りしちゃって、ごめんなさいとか言ってましたね。まあそういうこともありつつなんですけども、今回ね、財務省の麻生財務大臣に鋭く切り込んでくださった動画があります。それに対してですね、麻生財務大臣のもうほんとちんたら答弁で、もうやってらんない。もう、ね、勝負あったって感じなんですよ。だからもう、音喜多さんみたいな方を応援しないと、私たちの財政は全く立ち行かないんですよ。音喜多さんは最後まで、麻生財務大臣に尊重しながらも、敬意を捧げながらも、きちんとね、私たちの思いを伝えてくださってます。そうなんですよ。財務省がリスクを取って行動してくれないと、今の状況を脱することができないんですよ。だからね、慎重論はもういいわけですよ。しかも間違えてるわけですから。麻生財務大臣が昔、MMT 論をね、しっかりと理解して進めていたように、今は時代が変わったのかもしれないけども、立場的に慎重論を取るのもわかるけど、でもこのままだと結局は座して死を待つだけですよってことをね、私も十分認識してますし、それと同じようなことをね、音喜多さんは伝えてくれたんじゃないかなと思いますんで、ぜひね、動画の方をご覧いただければと思います。麻生財務大臣の返信はちょっとね、なんか、本当に眠たくなります。あの人もう80過ぎて、きっともう考えが回らなくなってきたんで、国の財政を預かるような、もうそういうような立場じゃないんですよ。気の毒ながらね。だから早く引退した方が国のためにもなるし、麻生財務大臣ご本人のためにもなるしね、自分がまだできる人間だ、現役世代なんだっていう風な勘違いを早くなくしてもらわないと、日本が現役をやめてしまいますよね。ということで今回、音喜多駿さんの、鋭い、ね、質問を、穏やかながらも鋭い質問をね、皆さんと一緒に見ていければと思います。では、どうぞ。不況や経済危機の際は、国が財政出動を積極的に行って、不況脱却を果たす。これは経済学の一つの定説を形成し、また効果があることも歴史が証明をしております。そして、麻生大臣ご自身が、野党時代の2012年に講演会で、日銀はお金をすれ、じゃんじゃんすれと、かつて高橋惟清氏が財政出動を行った事例を持ち出して、日本が世界で最も早く不況を脱出したと称賛しておりました。また同講演では、家計簿や事業会計と国家財政は全く違うと。国はいよいよになって、お金がなくなったとすればどうすればいいか。簡単です。すればいい。と、喝破され、大規模な財政出動の必要性について、肯定的にお話しされており、この動画が今、ネット上で大きな話題となっています。私はこれをもって、今の麻生大臣と自己矛盾している、変説だと責めるつもりはございません。経済や財政は生き物であり、状況によって取るべき考え方や施策は変わります。財政規律を捨てて良いとも申しません。しかし、デフレにコロナが重なった今はまさに当時の麻生大臣がおっしゃったような積極的な財政出動をするべき時ではないでしょうか。翻って今回の補正予算は2度目の緊急事態宣言を前提としたものではなく、コロナによる経済への打撃が懸念される中、医療機関への支援はもとより、経済対策のため、機動的かつ大規模な財政出動を行っていくべきところで、行くべきであるところ、4月以降に執行が見込まれる事業も多く、結果として、その規模、内容ともに不十分と言わざるを得ない案であると考えます。この点、今回の補正予算の財政出動規模について、過去のご自身の発言とどのように向き合っていらっしゃるのか、また、減税も含めた大幅な財政出動に今後踏み切る考えは全くないのかどうかお伺いいたします。麻生財務大臣。西田 MMT を先走って10年前からそんな話を言ってるほど先目がしてるわけじゃないんですが、デフレ不況っていうようなものっていうのを我々正直やったことはなかったんですよね。世界中やったことはありませんから。したがって今回の不況も最初のうちはこれがデフレによる不況だと日本は分かりませんでしたし、財務省ももちろん日銀も分かんなかったから対応は間違いだ、はっきりしてるんじゃないでしょうか。それを認めた上でないと話が前に進みませんから、ということで当時そういう話を申し上げたんだと思いますけれども、不況デフレのよります不況時の時の財政の重要性というのを述べさせていただいたんですが、1992年には赤字公債を再発行するようになった、多分92年だと記憶するんですが、
あの頃の国債の発行総額270兆ぐらいだったんで、金利が 5% ぐらいだったと思いますね。今1000兆超えてるんですから、それで金利は 5% じゃないですよ、 0% に近いんですから、これはどう考えて我々が習った経済学とはもう全く違いますから、今置かれている状況っていうのは。そういったことを考えた上でちょっとやっていかないかんのですけども、極めて低い低金利というのはある程度財政投融資等々につきましては、これは金利が低いということはそれなりに優位な話でもありますので、そういった話を踏まえた上で私どもがやっていかないかんということで、これまでのコロナへの対応等々を踏まえまして、これは感染拡大の防止等々をやるのに合わせてまして、それに伴って雇用の不安が起きてみたり、事業継続が難しくなったり、経済構造改革といろんなことに我々としては対応するべく予算というものを投入せざるを得ないという状況に対応して、私どもはそれなりの対応させていただいたと思っております。結果として大きな規模の財政出動ということに なったわけですけれども、これが国債というものが代わりに安定的に消化をされるように、これは財政運営というものに関しましてもきちんとしたことを考えておかないと、金だけどんどん吸ってあいつら返す当てはねえぜというようなことをマーケットでそういうように思われたら、これは間違いなく財政状況というのは大幅に具合の悪いことになりますし、国債の消化はできないしということで、私どもというものはやっぱりご先祖様、我々の先輩等々がやられたように、これは債務消化に対する態度というものはきちんと維持していくという姿勢を持っていくと、そういった意味で経済の再生と財政の健全化と、この両立するというのをきちっとしっかり支えていく必要があるんだと思っておりますので、加えて日本の場合は少子高齢化っていう中長期的には国難ともいえる最大の問題、難しい問題というか構造的な課題を抱えておりますので、私としては特にこの点を注意してはいけませんし、あと2年をいたしますと団塊の世代といわれる1年間200万人以上子供が生まれている時代、今80万人台、あの時200万人という時代の世代が全部75人入ってきますので、そういった時になりますと後期高齢者が一挙に増えるという状況になりますので、財政としてはその分だけ支出が大幅に増えるということも確保せないかんということになりますので、社会保障の持続可能性というものを高めることもありますので、私どもとしては歳入とかいうものも含めまして、歳出今取り合わせ急ぎ、このコロナによるところ対策に先ほどの古賀さんの話でいくと、いわゆるフローの部分にえらくことを合わせてフロー対策をいろいろやっておりますけれども、私どもとしてはそれプラス今後のことを考えるとストックというものを考えておかないと、債務超過になっててもうこれ以上借りられなくなってっていうのもこれから起きてきますので、そういったものに対しては劣後ローンを組む等々いろんなことをやらせていただくというようなことも考えて、非常に難しい舵取りをやらないかんというのは今回の財政だと思っております。音来た瞬間、はい、丁寧なご答弁ありがとうございます。まあ、今大臣が振られたように、まあ、確かにかつての常識というのが今通用しないようなことが起こっていると、で国債発行には一定のリスクがあると私も思います。なので世間で言われるような、まあ、財務省は悪玉論というものには私は組みしないんですが、ただ我々がおそらく考えていたより、まあ、相当この国債発行に関しては弾力性があると、そしてもうこのリスクを取ってですね、今積極財政に踏み切るというのは、これはもう財務省の官僚ではなく政治家にしか決断ができないことでございますので、まあ、ぜひですね、このコロナ禍がどれだけ続くかまだわからない中で、消費税減税を含めた財政出動というのは、私は、ね、この場は取るべき手法だと思いますので、今後もご検討いただきたいということを強く要望させていただきます。